ばんは。あちー、ただいまー、やっほー。こんばんは。超暑い。もう帰ってきた、今帰ってきた。ふぅふぅふぅ。ゆうたくん、アイス10個ありがとう。フラペチーノさん、氷とミックスソフト、しんちさんソフト、ぼやりさんお疲れ、ありがとう。フラペチーノさん、いちごのかき氷もありがとう。カップアイスもありがとう。ゆうたくん、レインボースター6個。としやさん、バラ。くろさんお疲れ。じんらいさんお疲れ。みしさんお疲れ。しんちさんお疲れ、ありがとう。おみかんさんお疲れ。いっちゃんお疲れ、ありがとうございます。今日はね、岐阜県に行ってきました。岐阜は初めて行きました。トールさんお疲れ。ガッキーさんメロン氷。カメさんアイス食べてありがとう。棒アイス。17号さんメロン氷。黒さんかき氷どうぞ。カズさんハートありがとう。あ、お土産のセミ持ってくの忘れた。ごめん、忘れとったわ。ごめんね、マジごめんよ。忘れてた。何のことって今一瞬なった。カズノシンさん棒アイス。ジンレイさんカップアイスありがとう。ありがとうございます。でもお土産はあるよ。ちょっと待ってよ。メールには送ったんですけどね。ちょっと待ってね、持ってくる。メールではね書いてあるよ。よっこいほー。よっこいしょ。じゃじゃーん、じゃじゃーん。こちらを買いました。片揚げポテト、ひだ味噌味買いました。珍しくお土産を買いました。新幹線で一袋食べた。でも私はやっぱり片揚げポテトは白エビ味なので、皆さんぜひ白エビ味食べてみてください。配るようです。メール来てないのかな。メールを9時ぐらいに送ったけど、メンバーに配るようで買ったよって。私これ持ってる、これの青持ってる。おばあちゃんにお土産でもらったこと。こんばんは、やっほー、お疲れ様です。暑かった今日は。うわ、あ、寒ってなった今。ループ？ループしてますか？ループしないでほしい。治った？私ループ嫌いです。ループされるの嫌い。頑張って喋ってるのにみんながどっか行っちゃうから嫌い。やめてほしい。お願いループやめて。こんばんは。治った、よかったよかった。たまに止まるの？電波かな。昨日さ、私ね Wi-Fi をつけずに配信してて2時間ぐらい、本当にショックだから、ちょっと今ももしかして Wi-Fi 私つけ忘れてんのかな。怖い。 Wi-Fi つけ忘れてることに気づいたのが配信終わった後だったんですよね。ショックショックショックね。怖い話よ、本当にあった怖い話。 Wi-Fi のつけ忘れ、恐ろしい。徳島のひーくん棒アイスありがとう。ルーアンさんソフトクリーム。しーちさんミックスソフトありがとう。カズノシーさんミックスソフト。ルーアンさんメロン氷。シュウさんお疲れありがとう。福ちゃんお疲れ5個ありがとう。いや、私はギガは使い放題ですよ。だから関係はないんだけど、別にね、何ギガ使うと別に関係はないんだけど、つけ忘れててショック。ギガは全然月末になるにつれて遅くなったりとか全くないプランなんで大丈夫なんですけど。
色合いさん、カッパアイスありがとう。こたつ猫さん、ミックスソフトありがとう。癖が強い。のぶせんにーさん、ミックスソフトありがとう。まるともちゃん、ミックスソフトありがとう。シェンさん、メロン氷ありがとう。やっほー、今日はありがとう。かずのしんさん、とうとい。こかじわさん、メロン氷ありがとう。暑いね、今日も。みんな今日は珍しくね、おろし髪だったんですよ。でもほら、もう巻き髪してもらったのに汗で巻き取れてるからね、私には向いてなかったですね、おろしは。そう、前髪切ったの昨日の夜。よく気づいたね。切りました。切った切ったね。暑かったね、本当に。なんか食べましたか、会場で。私はね、いちご削り食べました。人生初のいちご削りでした。ちょっと憧れがあったんですよ、食べてみたくて。でもお祭りとかって高いじゃないですか。で今日はちょっとみんながおすすめしてくれて、話し会かな、話し会かメールの返信かで、いちご削りおすすめって言われたから食べてみた。黒さん、ボアイスありがとう。色合いさん、カップアイスたくさんありがとう。伊藤博さん、ボアイス。クロさん、ミックスソフトありがとう。メール来た、よかった。配信までに間に合わなかったか。しんいちさん、カップアイスありがとう。そう、今日はね、なんでおろしにしたかっていうと、メンバーがさ、大体アップヘアにするんですよ。だから何の髪型しても結局被るんですね。なのでちょっとおろしてみました。すぐ被っちゃうのでね、おろしは被りづらいのでね、野外とかでやるときは。大吉さん、ミックスソフト。黒さん、カッパイスありがとう。なんかね、帰りの駅であれ、ブルーシールのアイスがあったらしく、でね、なんかバスに乗ってたんですよ。で駅で新幹線の時間までこう乗ってて待機してたんですね、車内で。したらマネージャーさんが外から帰ってきて、車内に乗ってきて、お先いるみたいな言ってて、なんだろう、私なんかしたかなと思って、お先いるみたいな、めっちゃ呼ばれてて、私後ろの方にいたんですよ、席で。はいって言ったら、ブルーシールあるって言われてブルーシールあったよみたいな言われてね、マネージャーさんに。いきなりえみたいなアイス報告を受けて、で、あ、そうなんですねそうなんですねみたいな言って、でまあ新幹線の時間になったわけですよ。そしたらそのマネージャーさんが全員分のブルーシールを買って差し入れしてくださって、すごい。しかもいろんな味があってさ、私はチンスコ味にしたんですけど、めっちゃ美味しかったです。でも新幹線にさ乗る前に買ってくださってたから、もう乗った時には溶けちゃってたけど、それでも美味しかった。美味しいんよ。沖縄でね売ってる塩チンスコのアイスがすごい好きで、PR 舞台のツアーの時めっちゃ食べたよ、朝晩って。だから久々に食べれた、美味しかった。そう、アイス情報が来た。キムさん、ソフトクリームありがとう。そう、16人分、優しい。チンスコアイスはね、バニラに砕いたチンスコが入ってます。だから美味しいんですよ。塩味がよりバニラの甘さを引き立てていて、食感もあるしサクサクしてて美味しいですね。あんまり水分を吸い切れてないって感じ。もともとチンスコってさ、ちょっと水分含んでるような感じじゃないですか。だからクッキーとかよりも
クッキーって言ったらさ、ちょっとしなしなしたら悲しいけど、ちんすくもともとちょっとそういうしっとり系だから、しっとりっていうかね、わかる、食感あるじゃないですか、独特の。だからね、アイスとの相性がめっちゃ良くて美味しいです。美白さん、氷ありがとう。カズノシンさん、カッパイさんありがとう。マスミアンさん、ハートありがとう。シーチさん、ミックスソフト。美白さん、棒アイスありがとう。美味しいね。生ハムメロンはまだ人生で一回も経験したことがありません。生ハムメロンしたことある？みんな。私はないよ。佐田尾さん、ソフトありがとう。一くんお疲れ、ありがとう。あつあつあつ、ウーベ美味しいよね。ブルーシールのウーベ超好きです。今日のアイスはそのブルーシールと、岐阜のコンビニで買ったジャイアントコーンの黄色と、さっき広島に着いて買ったチョコモナカジャンボ、つない、違う、今日はチョコモナカジャンボしてない、ジャイアントコーンの赤ときなこバタークリームケーキ。だから4つです今日。4アイス。あ、でもいちご削りはアイスに含まれますか？それをいちご削りを入れるなら 5アイスです。でも今日はもう朝からね、朝さ、集合時間の1時間前に着いちゃったの。別にね、時間間違えてたわけでもないんだけど、私早め早めの行動をするの、もしも何かあったら遅延とかしたら大変だから早め早めにするんですけど、早め早めにしすぎて、なんかさ、バスとか路面とかそういうのやつってさ、一個前のやつが遅れてきたりするじゃないですか。でそれでたまたま乗れるんですよね。たまたま乗れるのが最近多くて、そしたらさ、その結果早く着きすぎるからさ、1時間前に着いてしまって、暑かった。もっと家でゆっくりしとけよかった。早すぎた。そう、私早すぎて怒られたことあるから。そう、暑かったよ、めっちゃ。1時間はお昼ご飯をコンビニで買って待ってた。ガードリさん、カッパイスありがとう。そうなんですよ、だから今日朝から早起きして朝配信もして移動もしたし、ライブも頑張ったしと思ってアイスをたくさん食べてしまいました。ちょっと反省会。色合いさん、カッパイスありがとう。アライヨーグルトのアイス食べる。うわー、買ってくればよかったな。反省してると言ったそばから、アライヨーグルトのアイスは期間限定だからお早めにだ。安部さん、ソフトありがとう。おみかんさん、いいね、ありがとう。和也さん、ソフト。威迫さん、ハートありがとう。ねえねえねえ、色合いさ、さ、絶対カッパアイスさ、昨日も、昨日か今日の最新でも言ったけど、絶対にタワー分ぐらいもらってる気がするんですよね。だからちょっとお礼書いていいですか？タワー分ぐらいありますよねってさ、聞いても誰もね、何も返してくれなくてね、あ、じゃあどうしようと思ったけど、ちょっとお礼しとこう、いっぱいくださってるから、昨日今日と、ね、ありがとう。こんばんは。お疲れ様でした。お疲れ。こんばんは。今日の夜ご飯はね、今日の夜ご飯はスーパーで半額だったアジの刺身にしました。タンパク質、魚で摂取して
魚の油を摂取して、としさんソフト、 DD48 さんソフト、あっちゃさんボーアイス、忘れっぽいもちさんハート、ありがとう。砂肝の串焼きは美味しそうだね、超いいじゃん。そう、アジ半額だった。としさんメロン氷ありがとう。こんばんは。うん、アジのたたきみたいな感じだった。トマトとコンソメスープの素と、すごい、一緒に炊いたの。飛騨牛食べれてない、でもこれは食べれた。飛騨味噌味の片揚げポテト買ったの、箱でね。欲しいメンバーがいたらあげます、配っちゃう、配っちゃうぜ。マコバヤさんミックスソフトありがとう、配っちゃうんだからね。なめろうあるかな、どうだろう。もうねすぐ眠れそうだけど、多分逆にもう眠さを通り越して寝れない気がする。こんばんは。岐阜まで何時間？3時間ぐらいかな。東京行くよりは全然早く着くけど、だからその分乗り換えとかいろいろあるから、3時間乗りっぱなしじゃないから、寝る時間は小分けになっちゃうんですよ。1時間とか1時間1時間1時間みたいな感じで小分けになるから、その度にこうパッと起きて、だからそんなに、東京は4時間ずっと 寝ようと思えば寝れるじゃないですか。寝たり何かしたりできるけど、小分けだとね難しかった。クロさんタコありがとう。山中湖はね結構もっとかかった、6時間。山猫坊主さんソフトありがとう。おすすめ、今日のおすすめさん何にしようかな。めっちゃ暑かったよ今日も。外の世界は何してましたか。はい、いろあいさんアイスギフトたくさんありがとうございます。今日は野外フェスだったので、終わった後のアイスが絶品でした。今日はアイス何個食べた？おすすめアイスはナタデココイン杏仁豆腐アイスバーです。これはパズルがもう ST 入った時はずっとおすすめしてる。ありがとう、いつもたくさんくださってありがとうございます。じゃじゃーん、
これパセリ色にした。ありがとう。昨日ね早めにお礼したらよかったけど、ありがとうございます。仕事してました。おー勉強。わあ、配信見てくれてありがとう。山猫坊主さん、カッパイさん、ありがとう。あのね、ミクチャは STU だけアーカイブない予定だったんですけど、配信トラブルがあったそうで、あのアーカイブありになりましたので、皆さん配信見てたのに見れなかったって人はアーカイブあるので、あの後からぜひまた見てくださると嬉しいですね。みんなの時間を取ってしまって申し訳ない。配信のために予定とか終わらせてくれた方もきっとねいらっしゃると思うんですけど、よかったらまた空いた時間にでもアーカイブでチェックしてくださると嬉しいです。あ、スイパライベント、ユミココアの日だ今日は。おみかんさん、ミックスソフトありがとう。新右衛門さん、ソフトありがとう。バーベキューしてよ、なんかおしゃれ豪華バーベキューの画像がパセリあのねで送られてきたんだけど、どういうこと。パセもバーベキューしたい。なんか今日さ、パセのファンの方バーベキューしてる方多いんだけど、どういうこと。ゆーぴょん、ミックスソフトといちごかき氷、黒さんラブレターありがとう。外れたからおとなしくしてました。じっとしとくのがいいよ、もう今日暑いもん。のべちゃん、ソフトありがとう。こんばんは。ね、バーベキューしてる人多い。バーベキューしたーい。私だってしたいよ。風の新さん、かき氷どうぞ。ありがとう。こんばんは。いいなーバーベキュー。明日バーベキューします。わー、いいなー。花火大会めっちゃいいね。花火大会、花火大会、え、今日ね、今日クレで花火大会じゃないっけ、広島。違う、22日よね今日。今日花火大会ある日だ確か。春坊さん、メロン氷ありがとう。花火大会に行きたいよ。花火大会、花火大会、明日もサーティワンに通います。なんてけなげなの。頑張って引いてね、ランダム頑張って。音、音はしないよ。クレアよ、クレはしないよ。江田島で見てよ。あー夏を満喫して羨ましいぜ。いいな、いいな、行きたかった。羨ましい。バーベキューからの花火なんて最高なの。ポッピンシャワーソーダ、かわいい響き。ポッピンシャワーソーダ、はじけてますね名前から。すべてがはじけてる。ポッピン、シャワー、ソーダ、はじけてる3個とも。カブトムシ捕まえた。カブトムシ捕まえたの、夏休みだ。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。クロさん、アイスありがとう。カブトムシ、うわー、 BBQ、 バーベキューからの、ゲーセンからの、海からの、海からの、花火大会からの、飲み、やばー。そんな最高な世界があるの、ドラマの世界じゃん。マイカーでバーベキューする話は、
あれはマイク2期生でねする予定だったんですよね。でも、うん、実現してない。実現する前に美穂卒業しちゃった。あっちゃさん、レインボースター10個ありがとう。グランピング施設行ってみたい。グランピング施設のロケ結構 STU あるけどさ、毎回メンバーじゃないからさ、羨ましい。サーティワンはね、気になる味は何だったっけ、昨日言ったやつなんだっけ、今月のやつめっちゃ気になってるけど行けそうにないですね。やすべえさん、レインボースター10個ありがとう。ソフトもありがとう。ねえ、満喫しているな。いいね。マイカ、エタジマイカまた企画してもらおう。ホータンさんいないけど、ホータンさんがいたからあれはできたからな。ちょっと誰かなんかないんですか。工藤理子、山口家なんかかからない。工藤理子、うん、無理だね。やっぱ博多仲はするしかないのか。明日温泉行くの。温泉、もう今日さ汗かいてさ、そのままさ帰ってくるのがもうベトベトしてやだなと思ったから、温泉行きたいと思った。温泉に入ってから広島に帰りたいってなったけど、でもね、服はまた同じのを着なきゃ意味ないか。広島イカーすんの広島イカー TSS にそういうキャラクターいますよね。広島イケル、金髪の。バーベキュー、バーベキュー、バーベキュー、バーベキュー。バーベキューって何焼くんですか、肉以外に。玉ねぎ、私玉ねぎがいいけど、玉ねぎさ焼肉行っても焦がしちゃうんだよね、難しくて。キャベツ、キャベツも焦がしがちじゃないですか、難しくない。キャベツ見張っとかんといけん。何焼くん、トウモロコシ、焼きそば。あー、焼きそばだった。焼きそば、かぼちゃ、かぼちゃも焦がしがち、すぐ黒くなっちゃう、難しいよね。多分かぼちゃとかは一回レンジでチンしてさ、中に火を通して表面焼くぐらいでいいんだろうね。長芋、たこ焼き、しいたけ、椎茸で焼きたい。マシュマロはちょっと大丈夫、マシュマロあんま得意じゃないんですよね。マッシュ、エビ、ホタテ、カキ、わーわーわー、じゃがバター、はい。カズノシンさん、ミックスソフトありがとう。いいなー、ホタテいいね。今からやる、ここで。悔しくて太ももを叩いてしまいました、すいません。椎茸を塩で食べる、なんだそれは、ツーじゃん。椎茸はマヨネーズよ、マヨネーズとチーズをなんか入れて焼くやつ、美味しい。コウスケさん、カッパイスありがとう。色合いさん、カッパイスありがとう。悔しい。コウスケさん、ソフトクリーム。カズノシンさん、かい、ありがとう。焼き餅焼いてるよ、焼き餅焼いてる。みんながバーベキューでいろいろ美味しそうなもの焼いてるから、パス。焼き餅焼いちゃってる、うまいね。アンチョビ食べたことない、アンチョビ。あれもない、あ、なんだっけ、
アンチョビみたいなやつなんてだっけ、アヒージョ食べたことない。ホイル焼き、ホイあーめー、めっちゃきのこさん、ソフト、しんいちさん、お断りありがとう。あー悔しい。土方歳三さん、ソフトありがとう。鶏肉の炭火焼き、タンパク質じゃん、最高じゃん。黒さん、回復薬ありがとう。悔しい悔しい。さつまいも、うっかりあんこさん、お断り。いろえさん、かっぱいす、ありがとう。ねえ、やだ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 。てくちゃん、ソフトありがとう。じんらえさん、レインボースター、てくちゃん、メロン氷ありがとう。おみかんさん、タコ、うん、じゃあもし次のシングルとかでスペーベがあったらバーベキューでお願いします。バーベキューでお願いいたします。アヒージョまだ食べたことない。あ、待って、あれアヒージョですか。え、あれなんだっけ、あのさ、エスカルゴ、サイゼのエスカルゴはあれはアヒージョ。エスカルゴは食べたことある。あれは何、アヒージョ。じゃあ人生で1回だけ食べたことあります。2年前の8月に食べました。あーわーわー、パセリ焼いてばっかりで食べないじゃん。食べるよ、私食べるよ。ちょ、誰かさ、アイスも買ってきてよね、よろしく。わ、アイスじゃんけんとかする、最高。高崎愛子のバスツアーバーベキュー付きどうですか。一人一品持ち込み OK で全員祇園パセリを持ってくるかい。そんな会は存在しません。え、むず、一人一品持ってくるやつむずいね。バランスよくできるのかな。何を求められてるか自分でめっちゃ考えなきゃじゃん。海鮮にしようかな、肉にしようかなみたいな。え、これコストの差も出てくるじゃん、むず。じゃあ肉屋の息子だよとか言う人はちょっと当選しやすくしたりする。漁師の息子ですみたいな、なんなら自分漁師ですみたいな人を当選して、スウェイベでそれぞれ持参みたいなしたらちょうどよくなるってこと。ちなみに私は農家の孫なのでたくさん野菜とお米と持っていけます。肉屋始めてくれんの今から、楽しそう。私は夏したい、夏、夏を楽しんでみたいよ。バーベキューはね、妹のバスケ部のねやつで、別に行かなくてもよかったんだけどなぜかついてっちゃって、でもさ気まずくてさ、気使って全然食べれなかった思い出がある、中学校ぐらいの時その次のバーベキューの思い出は去年のやつ、マイカーでやったやつ。やりたいやりたい、誰か企画書を出してください、 STU の運営さんに、よろしく。なあこうさん、アイスありがとう。ガツガツ食べたい。まず
そうだな、椎茸は絶対に取りたい。椎茸と肉確保して、でもお米欲しいかもな。米、色合いさ、カッパイス、フレーベさん、ソフトありがとう。シーツさん、カッパイスありがとう。焼きおにぎり、最高。なんかみんながさ、私よりも多分バーベキューの経験値高いから、これ美味しいよみたいなマウントってきて悔しい、悔しすぎる。私だってね、あの架空の思い出ぐらい作れるんだから、今から頑張れば、脳内で存在しない思い出でも作れれば、私だってマウント取れるんだから。川遊び、川遊びは危険だ。川遊びをしてしまってはもう、川は洗濯ぐらいにしとこう。じゃあバーベキュー以外、みんなより私の方が経験値高そうなやつ、なんだろうな。泳げないしな、夏らしいこと何もできないな。田植え、ね、待って、田植えのコメント4連番やめてください。田植え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 って言うのやめてください。ラブ&ベリー、え、聞いてください。今日さ、バスの中で、バスってメンバーだけのやつね、公共のバスじゃなくて移動用のメンバーのバスの中で ABCD って流れてきたの、いい感じじゃない、ラブ&ベリーだってなって、ただお決まりさんだった、犯人はお決まりさんでした。マイキューさんのツイッターの ALT を見てください。街で噂のオキとマイって書いてるから、もうリポ送るか迷ったよ。渋谷のワンコです渋谷のワンコになりたいですって送るか迷ったけど、いや、なんかだるがらみやなと思って送らんかったよね。危険だよ、パセリが今ラブ&ベリーのこと思い出したから危険だよ。みんな2日前の記憶思い出して、昨日だっけ、いや2日前だよね。ダメだよ、パセリにラブ&ベリーのこと喋らせたらゲーム始めちゃうから気をつけて。こんばんは。え、仕分けしてないんですよ全然。そう、他の配信行く、え、ソルハさんの配信に行ったの知ってますソルハさんに今日パセさ、ラブ&ベリー配信でしちゃったんだよね、そしたらファンの人が全然現れなくなってって言ったら、え、パセのファンの人めっちゃ来たよって言われたから、あ、みんなパセがラブ&ベリーし始めた瞬間、あのソルハさんの配信行ってるやんと。もう、ね、チクられてますからね皆さん。覚われてるから行動は。カズノシーさん、カップアイスありがとう。そう、消えた人々の行方バレてた。ずっとバセンとか言った、ありがとう。カフェ行きたかったな、もう予約取れないもんね、ラブ&ベリーカフェ。もう声がガサガサなってきた、バーベキューについて語りすぎたこんばんは、こんばんはです。楽しかった、ありがとうありがとう。あ、ちょっと
お疲れ様。え、ソロハさん今日夕方ぐらい配信しなかった？6時ぐらい。新幹線にいるとき配信通知来てた気がする。昼配信もしてた気がする。今日。あずーよ。ラブ&ベリーカフェ完売だったらしい。わあ、もう無理だ。オキさんと行こうって言ったのに。もう無理だ。家で作っちゃう？ソウリュウさん、レインボースターありがとう。オキさん、じゃあお邪魔女ドレミカフェにするか。お邪魔女も人気。もうもうもうオキさんとの予定がなくなっちゃうじゃん。何だったらいいの？何だったらいいですか？痛い。こんばんは。チュノラゴさん、カッパイスありがとう。リコチにジョッキパフェ？いや違うよ、リコチは作ってっていうのはパセが作って食べてってこと。リコちゃんに、私に作ってじゃなくて、リコちゃんのために作ってじゃなくて、作ってみてって言われました。日本語難しいけど。暑い。沖さんとバーベキュー？え、沖さん、沖さん野菜食べないもん。沖さん野菜食べないからダメじゃん。肉ばっか取られちゃう。ダメだよ。ダメです。野菜を食べるようになったらやりましょう。沖さんお野菜食べないし、海鮮食べるけどエビちょっとあれじゃないですか、ね、長崎公園の再来じゃないですか。芋食べるの？じゃあ芋焼くか、大きさのために。え、どうだろう、椎茸食べれるのかな。食べれなさそうな気がする。食べれるのかな。この前もエビカツサンド食べてたけど、運動しないから大丈夫って言ってました。ホヤね、まだ使ってない。ホヤ実家の棚の中にある。この前帰省した時にさ、なんか食料あるかな、自炊しようかなと思って開けたら、缶詰の大きさんと目があって、そっと閉めた扉を。使い道がまだ分からなくて。ループしてんの？えよ、ねえ、もうループいいって。もうパス一生懸命喋ってた。なんなん？ループしてる。カクカクしてんの？やだ、やめて、やめて、そんなことしない。止まってた？止まった？治った？ねえ、やだ。夏休みだからあ、配信も休みが欲しいと訴えているの。そうだよね、毎日毎日 STU メンバーがね配信してね。ショールームの電波たちは毎日休みなく働いてくれてるんだよね。ありがとう。でもね、夏休みはより働かされますよ、電波は。学生メンバーが配信するから。あ、暑いからやられてんのか。働き方改革。働き方改革。熱中症なのかな。そうよね、スマホもすぐ熱くなる。あ、スマホも熱い今。ちょっと充電器外しとこう。電波電波電波ね、0時過ぎても配信できたらしいですね。5分くらい、びっくり。
人混みね、本当よ。ケース取ってるんよ私。ケースねつけたら、最近私のねショールームがちょっと微妙に遅くなるのは、毎回ケースを取り忘れててあたふたするの。このケースがね、新しくしたら、あのスマホのこのなんだっけ、スマホ、これなんていうっけ、スマホスタンド、スマホスタンドに入らなくなっちゃって、よし始めるぞ、あもう取らなきゃじゃんみたいなので、あたふたあたふた毎日同じこと繰り返して撮ってるんよ、ちゃんと。あたふた、そうだよね、お誕生日しかね0時過ぎ配信できんよね。私のスマホに入れてるのこれ、こっち沖さん、こっちそうだ、これはユニバで撮ったわけじゃないんですよ。ユニバでプリクラは汗だくになって撮れなくなるから、ジェットコースター乗りまくるのでね、私たち髪がボサボサになるから、これは別日に同じ服装と同じカチューシャをつけて広島で撮るんです毎回。過去2回ユニバ2人で行ったことあるんですけど、毎回後日最終号で広島市内普通の本通りの高校生とかがいっぱいいる中で撮るんです、ゲームセンターで。ジェノラガさん、ハートありがとう。そう、別日に撮ってますね。じゃじゃーん、いいでしょ、パパーン。確かになんか濃くなった気がする、パセ色が。え、もっといなかったよね、私いたっけ、こんなに反射しちゃうリングライトが。こんなに濃かったっけ私の。いや違う、待ってください、パセリが濃くなったんじゃない、このコンプラウサギが薄くなって、薄くなってるんですよ、消えてきてるもんこのコンプラウサギ。え待って待って、えコンプラウサギが、いやまだありがとうって言って消えていく時のやつや。僕はパセリの心の中にいるからねみたいな言う時のやつやん、お別れの時やん、悲しいやつだ、つらい。へえ。十七五さん、だるまありがとう。ね、消えないでほしい。お盆だからなの？お盆だからなんだ。そう、もうパセリなら大丈夫。コンプラウサギの性別知らんけど、どっちか分からんけど、一人称も分からんけど、どうしよう、一人称がなんかコンプラウサギだったら、自分のことコンプラウサギって呼ぶタイプだったらどうしよう。そう、消えてきてる、やだ、ぴょん。わしわしかな、そうかも、一人称そうかもしれん。こんちゃんなの、こんちゃんって言ってんの自分のこと。そう、消えてみるわ、制作者の大きさに。今度コンプラ詐欺の一人称教えてください。喋るんかな、喋らなそうですよね、だって常に口開いてるもんな。え、これは口ですよね、鼻じゃないよね、口だよね、喋らない気がするな。僕っ子かな、作者じゃんそれ。終われ、確かに終われでも言いそう、で僕も言いそう、いや僕っぽいですね、確かに確かに、あたいあたいはちょっと、うん、口カラカラになりそう、口開いてるから口呼吸良くないよ。ちゃんと舌の位置をあの口の中の天井にくっつけないといけないよ。この前なんかでやってました、世界一受けたい授業かなってやってました。ベロの定位置は上、
収める。わらわって言ってんの？わらわっていう一人称なの？お姫様ぐらい。あれだ、おじゃる丸に出てくるさ、おかめ姫、わらわじゃないっけ一人称。ベロは、ベロの定位置は天井です。うん、そこでスタンバイしとかんといけ。見せれない。みんなに説明したいけどさ、私がベロを天井につけたら口開かないから、もうこれは口の中として、これ口としたベロ、ここの上にこう、こうです。こうあったら口呼吸になっちゃうから、こうらしいです。私もね、結構10代後半ぐらいの時に知りました、この情報は。矯正始めた後ぐらいに知ったらしい。でも誰も教えてくれないじゃん、こんなの。赤ちゃんの時にさ、お母さんが教えてくれるわけでもないからさ、わかんないよね、そんな。私ベロ短いですね、多分。でもわかんない、人と比べることないからな、ベロって。どうなんでしょう。よしひろさん、カッパイスありがとう。牛タン、今日牛タン串があったんよ、あのフェスのそういうあるじゃん、食のエリアみたいな。牛タン串あったんやけどさ、食べなかった、食べなかったよ。美味しそうだったけど。牛タン串、寿司じゃないよ、串、焼き鳥みたいな。焼き鳥ではないか。焼き牛、焼き牛タン、なんていうの、串、お祭りとかであり、あ、屋台ね、惹かれる。でもさ、お店によって違うじゃん、薄めの牛タンのタイプと結構厚めの牛タンのタイプと、大きさもねそれぞれだから難しい。私は厚めが好きかな。黒さん、ありがとう、スタンプありがとう。何円だったかな、900円ぐらいだったっけ。でも買わなかったんだよね。焼きそばの差し入れ、うん、ないですよ。私は削りいちご、焼きそば食べてないよ。一体どこの女と話をしているんですか。人それぞれだよ。しんいちさん、ミックスソフトありがとう。たこ焼きもそう、食べたメンバーいた。バスはちょっと塩分気になったから削りいちごにしました。お弁当はなかったですよ、だからお弁当は自分で持ってった。おにぎり食べた。ももちゃんが配信でアイス食べてる。わあ、何アイス？ももちゃん、もうももちゃんが愛おしくて愛おしくて仕方がない。もう最近よりどんどんももちゃんお姉さんになっていく。さこもだけど、おにぎり大丈夫だった。もうね、行きの新幹線食べたから大丈夫だった。大丈夫でした。え、ご飯はあったよ。ご飯はみんなはその焼きそばとかたこ焼きとか、それがご飯です。私はだからそれがちょっと塩分取りすぎちゃうかなと思って削りいちごにしただけで。用意はしてくださってましたよ。こちら側の私の問題というか、私の自己判断です。シロノワールね、美味しそうだった。反抗期なさそう、なさそうじゃない。塩分取った、大丈夫よ、取ってるけど、明日ね美味しいものを食べたいと思ってるので
そう、明日に備えて控えめにした。ちゃんと食べました。サラダとかバッチリ。パセリ反抗期、反抗期ではないけど不登校期があったから、人間関係で悩んで、なんかそれは多分親から取ったら反抗期なんじゃないですかね。わかんない。反抗期かな。ヤンマガの時の顔に似てる？何似てるって何？似てる？本当？前髪？なんだろう。何ですかね。前髪切りすぎたよ。ちなみに眉毛が見えてる。何ですかね。薄めだからかな、今日マスカラしてないからかな、なんだろう、前髪な気がするね、か巻き髪か、なんだろうか、分け目とかかな。うん、なんだなんだ。山形時ナチュラルメイク、メイクさんメイクでした。そうよ、人間関係得意な方じゃなくて、本当にそうなんですよ。そう、ツアー初日来週やばいよね、やばすぎる、ドキドキ、汗汗。だからきっと来週から急に配信頻度が、いやでも多分いつも通りに戻るだけな気がします。なんで今月いっぱい配信してるかっていうと、そのツアー直前になったらレッスンとかで多分確認とか、レッスンの時間終わっててもちょっと確認したいとことか復習したいとこが出てくるかなと思って、だからできる時にいっぱいお話ししとこうって思ってやってるって前も話したと思うんですけど、だから急にスンってなるかもしれない。配信通知がすん。そう、イコノイジョイのフェスがあるらしいね。同じ日にある。お疲れんこん、れんこん、れんこんの天ぷら食べたいね。こんばんは、楽しみだね。楽しみだ。いやー。昼の配信はなくなりそうな気がする。朝配信どうだろう。夜がなくなるかな、どうかな、わかんないんですよね。まだ予定がどういう感じで来週お仕事があるか、なんともなんともって感じ。ケンモンさん、バラありがとう。ジロク、メロン氷ありがとう。楽しみにしといてください。レンコンのきんぴら、はさみ揚げ、わあ美味しい。シーチさん、レインボースターありがとう。お高い天ぷら食べた最後に茶室？え？あれですか？結構なお手前でみたいなやつ言うやつですか？なんかこうやってこうやって回して飲むやつですか？茶道部みたいなこと？え？緊張しちゃうじゃん、そんな。全然知識ないよ。え？そういうプランなの？もともと分かってたの？それとも急に？緊張やん。分からんよ、作法とか。私大丈夫？天ぷら食べに行ったら急にお茶飲むことになるんですか？そりゃ困った、そりゃ難しいぜ。お抹茶、飲んでみたい。どんぐらい苦いんですか？でも私さ、あのお茶農家の孫だから
だいぶ濃いお茶で育ってきましたよ。なんかおばあちゃん家のお茶さおばあちゃん家とかのお茶ね、めっちゃお茶っ葉入れるんよ。もうお茶農家だからお茶っ葉たくさんあるから、お茶葉の量がえげつなくて超濃いんですよ、お茶昔から。だから多分ねいける気がする。飲んでみたいな。こんばんは。お菓子とかも出てきますか、そのお茶の時は。そう、濃いめなんですよ。うん、ペットボトルとかよりも全然濃い。太宰府、私さ太宰府行ったことないんよ絶対に。でもお母さんが一回ちっちゃい頃行ったことあるってみたいな、めっちゃ言ってくるの毎回。ないよって言ってもあるって。ないんですけどね、記憶上は。太宰府さ、今なんか食べ歩き用のお茶漬けが売られてるらしくて、 YouTube とかでね、あのショート動画とかでさ食べ歩きはめっちゃ見るんよ、いろんな県ので。福岡食べ歩きって調べたら太宰府が結構出てくるんですけど、太宰府の食べ歩きは明太子おにぎりと、あとはいちごとあんこが交互に刺さってる串みたいなやつと、あとその食べ歩きできるお茶漬け。梅ヶ枝餅はもう何回も食べたこと、地元にねあるんですよ、ね、普通にお祭りの屋台とかであるから。太宰府は行ったことないと私は思ってるけど、梅ヶ枝餅は食べたことあります。長崎とかねお祭り行くと梅ヶ枝餅の、 あのお店だけで 5,6 個ぐらい出てる。結構出た。あのなんだっけ、ランタンフェスティバルじゃなくてもう一個のやつ、アイスが欲しいってね、その胃の中の生物が訴えかけてくるからお世話しとんよ。そうなんです、そういうことにするね。 NRR0022 さん、カップアイスと氷ありがとう、ありがとう。そうだよね、美味しいもの食べて正解だよね。そうだよね、味方を見つけた。わーわーわー。20代は貯金はしなくてもいい。やばい、当たり、残り4年しかないわ4年後にはもう貯金を始めんといけんやん。関ヶ原駅から会場まで歩いた。どんぐらいかかるんですか。絶対暑いよ。だって今日楽屋から出てステージまで徒歩30歩もなかったけど、それでもバテたもん私今日の歩数絶対少ない、ずっと移動だったからさ。そりゃ疲れちゃうよ、熱中症になっちゃう。アイスいっぱい食べね。4年後よ、恐ろしい。貯金頑張る。でもねちゃんと帰省をしたいがための、帰省とかあのお母さんとおばあちゃんと旅行をしたいっていう夢があるから、そのためのお金はちゃんと頑張ろうと思ってるけど、アイスだけは我慢できない。しーちさん、コバありがとう。帰省ね、500円貯金したことない。なぜかと言いますと、なぜ500円貯金をしないかというと、すべてスマホで支払うからですなのでお釣りが来ません。あ、なんか接続されちゃった。待って、聞こえますか。私ちょっとこのさ、あのイヤホンの蓋パカパカしたら接続されちゃった。ねえねえ、イヤホンの蓋
イヤホン勝手に接続されたんだけど、やめて。大丈夫？聞こえてる？治った、よかった。焦った焦った、接続しましたって出てきたから、やめて勝手に。恐ろしい。よかったよかった、焦った。色合いさん、カッパアイスありがとう。アイス、これ何が入ってんだろうね。ミントとイチゴとクッキーみたいなやつ入ってる。そう、 Bluetooth が反応しちゃった。アバター出た。あ、本当だ、パスのアバターだ。イエーイ、アバター。お、パス出ました。本当だ、パスだ。すごい、やったね。山崎さん、ハートありがとう。パスのアバター、アバター今日はなんかいろいろトラブルが起きちゃってる、ね、違いました。本当のマイキューさんじゃん。マイキューさんじゃん。なんか名前が短いと思ったら私じゃなかった。カズノシーさん、ミックスソフト、カードリさん、ダルマありがとう。今日は何時まで？ 11、 もう11時になるの？ 11 時まで、11時まで、11時までします。なんか11時が言えなかった、今。11時までします。そう、暑いからもう風を受けてなびかせています。こっちでまとめるか、まとめるのもあり。こっちだけ涼しくなって、こっちが暑いの、ずっと。こっちが暑いんだ。白猫パチャも出ない。あー、待ち受けくじ、パセリ出ました。本当だ、パセリだ、パセだ。パセパセ。尾崎せりかちゃん見習うために扇風機生活。ダメだよ、ツイッターで見たよ。私は扇風機代じゃなかった、クーラー代をケチると熱中症になって、その入院代で結局それ以上の出費がかかるみたいな、それ以上お金かかるからエアコンはつけましょうみたいなやつ見たんだよね。つけな、つけちゃいな。もう暑いから、生きてるだけで偉いから、もうつけちゃおうね。そうしよう。パスはね、なんで扇風機を使うかっていうと、帰ってきて冷えるまでに時間かかるのと、配信が終わったらもうお風呂に入るから、もうクーラーついてても全然関係ないから扇風機なんですよ。そうなんですよ。なので皆様、自分に投資してください。もうパセにたくさんさ、ギフトくれたりとか、パセのグッズ買ってくれたりとか、お話し会参加してくれたりとかあるけど、みんなもちゃんと日頃から自分のためにお金贅沢してね。ちゃんと欲しい
お洋服とか欲しいものとかご飯とか服、あ、同じこと言ってる、美容院、家具、アイス80個分や、アイス80個、1ヶ月、あ、全然1ヶ月20日分ぐらい、20日分ってこと、私のアイス、え、怖、え、アイス80個、いや違う、アイス800個ですね、焦る焦る、え、合ってる、800個、え、8000個で100個じゃない、あ、よかった、全然大丈夫だった、ゼロが1個多かった。届いた再開のメッセージがランダムと思えないメッセージで驚いた。あら、何だったんだろう、パセリしか愛せないとか。今日は4個、4個プラスいちご削りをフェスで食べました。美味しかった。リエチをサーティワに連れてってあげて。なんでリエチ、サーティワ行ったことないの。リエチはどんな子ですか。リエチの情報はブログの情報と沖さんから聞いたリエチはリネタンみたいでやばいって情報しかないです。私どんな子ですか。私はその沖さんに聞いた、もうやばいっていう、もうテンションが リネタン、第二のリネタンっていう情報しか今のところないんですけど、どんな子なんだろうか。あのこの前の福山であったお話し会の時に、沖さん、リネタン、リエチだったらしいんですよね、確か。でそこであのカオスだったらしい、テンションがもうやばかったらしくて、2人。サッチーがアイス好き、いや絶対、いやアイス好き、アイスはみんな好きなよ、もう多分そういうレベルじゃないと思うよ、アイスが好きは。私は狂いすぎてるから、多分一緒にアイス食べに行こうとか言っても一個食べて満足な気がする。素直でいい子、おー、リエチ推しが言ってるからそれは間違いない。そうで、私のアイス好きと同じぐらいのレベルはリンコが、カチホさんですね。ね、アイスメーカー、そうするよ、作る配信。でも材料をね、今買ってもね、使い切れる自信ないんだよね。牛乳とかを使わんといけない。ちょっと家にあまり今月入れないから厳しいか。パちゃんと相性うさげな感じ、本当？誰？リエッチ？パちゃんと相性うさげな感じなの？急に相性診断されてた。じゃあ今度なんか喋って、何喋ろう、私と相性いいですかって聞いたらいい。不審がられるかな。ココジアさん、カッパアイスありがとう。そう、早くパフェ作り配信したいのよ。でもツアー終わるまで待ってけろ、材料を買いに行けない。どんな子、私は、じゃあみんなから見て私はさ、どういうイメージなんだろう。パセリと相性がいいと思われてる、パセリもリネタンみたいな感じと思われてるってこと。何、なんか共通ってある、なんだろうね、
そうツアー来週なんですよ。だからちょっとしばらくは卵とかも買わずに、卵買ったらもう期限がね絶対やばいから買えない。お野菜も葉物のお野菜は買えません。そう私頑固頑固だよ。楽しみ。だってさ何が起きるか分かんないじゃん。3期生の中でめっちゃ気が合う人ができるかもしれん。人生で一番気が合う人がおるかもしれん。楽しみ。ちょっと誰かなんかないかな、もっと一緒になる機会ね。もっと知りたいけどブログの情報だけじゃ何も分からなくて。私ちゃんと毎日ブログ読んでるからね、みんなのやつ3期生のやつ。でもそれから得られる情報はお話し会でしたとかなんですよ。ツアーでしたとかだからもっとプライベートを知ろうと思ったらメールを取るしかないんですか、もしかして。こうやってまんまとハマっていくってことみんな。ひえーひえー。確かに高崎愛子の隠れ家、いやでも高崎愛子の隠れ家に3期生を読んだとしてもそこで本来の姿は見れない気がするんです。3期生同士で喋ってるとこをモニタリングするしかないと思うですよ、本当の姿を。どんな子か知るには、ね、すっごいあのおちゃらけキャラみたいなのが。でもみんな工藤理子って言ってたじゃないですか、最初の頃。3期生はほとんど工藤理子みたいな、テンション工藤理子みたいな聞いてたからさ、えっと思ったけど、今んとこそういう面をまだ見てないので、だからねモニタリングするしかないんですよ。そうイモステレビだね。やっぱ浦部さんカッパアイスありがとう。それのアンピーすごいよね。アンピーさ人見知りとか言ってめっちゃ3期生と仲いいからすごいよね。お出かけしてたもんね、カフェ行ってた、パンケーキ屋さん。私もあそこ宮島の店舗行ったことがあるけど、美味しいパンケーキ宇品にできたんですよ、パンケーキ屋さん。私もなんかそういうお出かけとかしてみたいけど緊張して喋らないんだ。そう2期生も初めてのバラエティがそのドッキリ形式だったんですよ。スタッフさんが紙コップを投げてあのゴミ箱に入らなくて転がったらどうするかとかそういうやつだったのね。でそれでメンバーみんな疑心暗鬼になってその番組に呼ばれるたびに隠しカメラを探すんですよ、メイク中に。メイク中だからメイクさんとメンバーしかいないのにカメラないよねとかめっちゃ探すんですよ。それくらいね結構衝撃が大きいので3期生妹を捨てたら多分人間不信とかになりかねないと思うんですよね。コジオさんレインボースターありがとう。そうあとはメンバーの2期生のメンバーの相関図を作るみたいな、先輩が見ててでも私たちは知らなくて普通にバトル形式のやつやってて、でそこから先輩メンバーがモニタリングをしてて相関図勝手に作られるみたいなやつもあったし、結構なんかそういう隠し撮り系みたいなのが多いので、そう、あこれ教えてあげたらいいな3期生に気をつけなって。でもそろそろそういうこともあるだろうよね3期生。大変。
でも2期生もいまだにさビビってるからさビビってるからね。あ、そう、ココアさんとかだったっけ、え、ユミココアさんだったっけ、その相関図作って今も隠し撮りされてんの私。え、岐阜に行ってる間に誰かこの部屋入りました。じゃあパセリが今ズボンパジャマなこともバレてるってこと、いちご柄のパジャマのズボン履いてるってバレてるってこと、もしかして。そうなん、そうやった。23時をお知らせします。わ、終わる時間や、終わる時間。そう、わかるよ、先輩から来てくれないといけないのはめちゃくちゃわかる。私もさ、いけないタイプだったから、なんなら今もいけないからわかる。でも私はもう先輩だろうが後輩だろうが同期だろうが自分からいけないタイプ、どうしたらいいんですかね。殻を破るしかないのかな。同期でもいけないだよ、もう人見知りなんだよ私は。うわー、共通点を何か皆さんが提示してください。この3期生ちゃんはパセリってこういうところが共通点あるよっていうのを教えてくれたら、それをネタに話しかけるから。 LINE はできないんですよ、 LINE は無理なんだ。 2.5 期生とも連絡は取ってないので無理なんだ。そうよ、私はずっと逃げてた。27年ならないよ、私今25歳だよ私今25なのに、なんで2年ちょっと増えて、今年26になるよ。ひろっちさん、カッパイスありがとう。チョコを配る、あ、あかりんさん方式ね。なるほどね、いいね、確かに嬉しかったもんな。いや、いちごちゃん話が合いそうすぎるんですよね。いちごちゃんは絶対に気が合うと思ってる私。いやでも私もさ、圧倒するほどの情報量がありそう。サッチー大好きよ。サッチーは好きすぎるから、なんかアーナと一緒です。アーナとかも好きすぎるから、もう見とくだけでいいんですよ。仲良くなりたいけど、仲良くなるというよりも眺めてるだけで満足みたいな感じなんだよね。もう見といたら目が幸せになるしって感じですね。そう、ちょっとこれからまた情報何かください。ちょくちょくよろしくお願いします。まずはパセリの存在を3期生にちゃんと覚えてもらうとこから始めます。今はセリカさんと呼ばれてるみたいなので、ちょっと距離感がねあるので、まずはパセリさんと呼んでもらえるところから始めたいと思います。この前ラジオでね、なんか質問、私に対する質問を募集しててね、 FM 岡山さんが代わりにインタビューに行ってくださってて、お披露目公演の時に、たらセリカさんはみたいな、もう全然私のことを知らないのかもと思って、だからまずはねニックネームを知ってもらうところから。確かに名字じゃなかったから、そうだよね。ちょっと安否並みに距離を縮めていきたいと思います。私も勉強不足、ね、覚えてこう、みんなでパセが何か覚えたらみんなにも教えます、情報。そんじゃあ終わろ、終わりますね。23時に終わるって言ったのにちょっとオーバーしちゃった、ありがとう。では行きます。
コメント見て思い出した、パちゃん、パちゃんって呼び出したのさ、サヤなんですよ。サヤがパちゃんって呼び出して、名付け親パちゃん、ん？名付け親パちゃんじゃない、名付け親サヤなんですよね。さ、今日久々にパちゃんって呼ばれてめっちゃ嬉しかった。なんか最近さ、パセとかパセリーとかやったから、今日なんかパちゃん写真撮ってみたいな言われた時、はあ、パちゃんって呼んでくれたと思ってめっちゃ嬉しかったです。久々に本家パちゃんでした。もう最近ソラハさんとファンのみんなしか呼んでくれなかったから嬉しい。イエーイ、ね、ハッピー。それを言いたかった。嬉しかったから、嬉しくて、その時にあ、これ今日ショールームで言おうと思ってたのにちょっと忘れてました。よかった、最後に思い出して。それじゃあ終わります。13位ヨシヒロさん、12位ヤスベイさん、11位ソウリュウさん、10位ジュノラゴさん、9位しんちゃんさん、8位カズノシンさん、7位クロさん、6位ユウタくん、5位アッチャさん、4位ヤマネコ坊主さん、3位オズさん、2位ウラベさん、1位色合いさん、ありがとうございます。それでは皆様おやすみなさい。また明日、バイバーイ、またねー。